田んぼアート構想の計画の時に私も直接関わって、検討委員会、検討は調査特別委員会かの委員長も最後はやらせていただきました。その時もかなりの議論をして、私は議論を深めるために時間もかなり取ってきた結果、トップが変わって石丸市長が田んぼアート構想はやめるんだと、ただ公園は作るんだという方向を示していただいたんで、その部分は安心をしておりましたが、今回、行政のその前提としては安全性をまず担保するんだという視点が一つ、これはまあ一番大事な論点の一つだと思うんですね。その上で、ハイブリッドという言葉を解釈すれば、総合的に秋田方市の将来を見据えて、時間軸も考えた上で、どういったものをそこに設置するのがいいのかという中で、今回の幼稚園保育所、そういったものの統合したものを持っていくんだと、そういったところまで私も理解をできたんで、今回資料を出していただいた中で、皆さんも議論の中にありますように、市民との接点が少ないというふうなおっしゃり方をします。これに対しては執行部は基本構想がないと十分な説明ができないという、これも両方分かるんですが、その上で、吉田地域の、保護者の皆さんが向こうに行くのが非常に厳しくなるというふうな論点があるんですね。そこのところをもう少し丁寧に地域の皆さんに先に聞いたらという意見があって、一つの論点は止まっているというふうに思うんですが、その辺は市長どのように受け止めておられますか。では、せっかくですので、順番に丁寧にご説明をします。まだ理解されてない方は理解をしてください。今戻って改めて確認しましたが、やはり議会基本条例の第2章、第3章に書いてあります。市民の意見を把握する議会の務め、情報を提供する議会の務め、市民や団体と意見交換をする議会の務め、ちゃんと明示してあります。よって3月予算の審査の際に説明した情報、これは議会に、議員の皆さんにすでに伝えているわけですから、そこから先市民に伝わっていないのは怠慢としか言いようがありません。もし意見を聞き説明をするやってきて、それでもなお足りないと、先ほどもお話ししましたが、事実そのために議員を補佐する目的で、自治懇談会というものを改善して設置しました、設きました。この8ヶ月の間、なぜどなたもそれを開催されないんですか。執行部は3月以来、議会に対してかなり丁寧に説明を行っています。一体全体、市民に何人がどれほど説明を行ったんですか。自治懇談会等々、いくらでも手段はあったはずです。なぜやらない。職務怠慢です。そして執行部がこれまでもそれ以上の説明を市民や事業者、地域の人たちに説明しない理由は、それも言ってますが、ここで話したものが全てだからです。これ以上の情報は基本構想を作らなければないんです。身振り手振りで私が説明するそれ以上の情報がないのに、市民の方がこれ以上理解できるわけがありません。納得する道理がないですよね。それはさすがにわかると思います。我々も認識をしています。だからこそ基本構想が必要だと8ヶ月前からお話をしています。ここまでさすがによろしいですか。その上で、今回複合型にするとハイブリッド型にすると言ったのは、これは未来への投資にしなければ意味がないからです。一つの案としては、もう公園を作らないと。場所は田んぼアート公園なんだけども、そこにさらっと子ども園だけを作る、これも選択肢にはあります。私はそれでもいいんじゃないかと思います。
都市を買って造成するのに2億円を超える金をもう田んぼ跡に使ってますが、これサンクコストなので、サンクコストというのは回収できない費用なんですね。ここにこだわっては線がないというのは、これは世の中の常識です。経済的にそのように認識を広くされています。なのでそれはもう諦めて、公園は捨てて子供園だけを作る、それも選択肢には当然ありますが、執行部側が議会の代わりに市民の意向を確認したところ、市民の中にやはり公園が欲しいと、今ある公園ではなくてもっと豊かな憩いの場が欲しいという声があったんです。それを執行部は受けて、やはりあの場所に、田んぼアート公園の場所に公園が、新しい公園が必要だという結論に至っています。それらを順々に重ねていって、くどいようですが予算制約のもと、あの場所が最適だという判断をしています。この吉田の町の中にない、見当たらないというのもご説明しました。予算制約がなければ山開拓してでも作ればいいんです。しかしそんなわけにはいきません。だから現実的に取れる選択肢の中から選んでいます。常友住宅の跡地というのはその選択肢の一つにはなりますが、基本構想がない段階においてもそこが適地だとは認められません。理由は先ほどお話しした通りです。故に今市が選べる唯一にして最善の選択肢は、田んぼアート公園に複合型の子ども園を作る、これ以外道がないと思っています。そうではないとおっしゃるのであれば対案を示してください。どうやればいいのか、市民の意向を確認してから来てください。己の狭い了見で物を言わないでください。市の将来に責任を持つよう皆さんにお願いします。今市長が丁寧に説明いただいたことは、3月から聞いたことの再確認ができたというふうに私自身は思っています。その上で今回足踏みをしておるところはですね、市民の声も地域によって随分違うんですね。遠方の方は市の施策としてそんなに今回のことに深く興味を持ったという方はいらっしゃいません。ただ今市長おっしゃったように、公園という部分は市内の若い人たちは興味を持って見てますので、公園ができるというのを楽しみにしています。ただ今回の吉田地域の幼稚園保育所が向こうに行くということで、地域の人は遠くにならん方がいいというのが当然感情としてはあるんだと思うんです。これは学校統合の時も非常に大きな最初の課題なんですね。高宮の小学校が統合した時も、まず3校統合しましょう、これが基本構想みたいなもんですよ。で3校が寄ってどうしましょうかと。で3年前は栗原と高宮小学校が一緒になりましょうという結果になったんですが、その時もやはり栗原に来てほしい、あるいは川根に来てほしい、いや船佐がいいんだという、やっぱり綱引きはどうしても地理的な条件であるんですね。それが今回の吉田の移動という形が、移転という形が向こうに行くということで感情論があるのかなと、地域性の気持ちがあるのかなと、そこらを、市政クラブの皆さん特におっしゃっているのは、そういった地域の保護者の皆さんに丁寧に説明してほしいということなんですね。その辺は理解してもらえますかね。上げ足を取るつもりは全くないんですが、感情に支配されてはなりません。幸せになれません。感情を大事にしたいならば余計にです、理性的に行動しなければなりません。それは歴史が証明しています。今熊高委員がおっしゃった地域住民の感情、それを大事にしたいとおっしゃるんであれば、きちんと制度にのっとって自治懇談会を開いてください。なぜ8ヶ月もあってその話が一つも出ないのか、質
要ないんであれば結構です。そもそも執行部の役割ではありませんから。議会が議員の全員が己の仕事として市民に説明しきれば済むはずです。足りない手助けが欲しいというのであれば執行部としてはいといません。重ねてお伝えをしておきます。市長おっしゃる通りなんですよ。感情論に左右されては将来を見違えてしまうということもあると思います。ただ、まあ、人間ですから感情に支配されながらいろんなものを判断していくというのが現状なんでね、その辺を執行部としてはおもんばかった取り組みが必要じゃないかということが、まあ、議会の中では多いんだろうなというふうに私も聞いておりますので、そういったところを市長のようにスパッと切ったような形にならないのが現状なんで、その辺をもう少しおもんばかって取り組みとしてやっていくことができないかということですが、まあ、今結論をおっしゃったんで、それでよろしいですか。感情をおもんばかるというところには賛成をします。先ほどもお伝えをしましたが、それを厭うつもりは全くありません。ただ市民の感情に任せてはいけないのはさすがに全員分かっていると思います。議員であるならば。なぜ二元代表制議会というものが存在し、そこで合議の形で意思決定をするのか。今の時代テクノロジーが発達したので毎回住民投票やることだってできるんです。しかしそれではいい未来に向かいません。なぜか。残念ながら多くの人々は感情に支配されるからです。囚われるからです。だから選ばれたリーダー議員がここに偉そうに座ってるんですよ。皆さんは市民の代表として今の市民有権者だけではなく未来に対しても責任を取る、責任を持つ、そのための理性を備えてここで議論をするのが議員皆さんの仕事です。もう一度結論を繰り返しておきますが、市民の感情おもんばかるんであればいくらでも協力はします。感情論を逆なでするような偉そうに座ってるんですというような言葉が感情をそれこそ複雑にしてくるんだと思うんで、まあ、そこらは言葉としてですね、慎重に取り扱っていただきたいということを思っております。ですから、まあ、市長おっしゃったように感情論に左右されたら将来を見間違えるというのは私もそういった思いで、ハイブリッドとかそういった形で、まあ、俯瞰的にこの行政の中で、今回の移転計画が最善であるというふうにおっしゃったんだと思うんで、その辺を、まあ、感情論も踏まえてもう少し伝えることができないかなというのが、まあ、最終的な質問なんですけども、同じ答えになるかも分かりませんが改めて確認しておきたいと思います。ちょっと答え方に迷うんですが、前段にやったところから順番にお話をすると、私が皆さんの機嫌を取ろうとしないしたことは一度もありません。ただただ正論を述べる。なぜか。残念ながらここにいる皆さん話が通じないこともあろうかと思います。感情的に反発されることもあろうかと思います。しかしそんなところ私は見てません。今この時代、これからの時代、このやり取りは全て記録化され未来において半永久的に残ります。すなわち私はこの町の未来、将来の議会、議員の皆さんに対しても今訴えています。今たとえ理解できなくとも、先の時代においては必ず理解ができる。そういう人間が議会に集まると信じているからです。そしてその判断は市民がしなければなりません。自分たちの未来を誰に託すのか。誰に託していいのか、すべては自己責任です。自業自得です。市民が自ら責任を負うしかありません。
こう申し上げているのも、すべては市の発展、市民の幸福を願うからです。こうしなければ社会は歪む、間違える、衰退する。そうなっては市民の幸福など望めるわけがありません。なので話が戻るんですが、感情を大切にするためにこのような言動をとっています。すべては計算の上でです。よって熊高委員が求められるように、市民のために執行部も何かしてほしいと、手を貸してほしいとおっしゃるんであれば、いかようにでも対応します。